あ、ひょっとしてあなたが花ちゃんの先輩さんですか？ちょっとお話ししませんか？柳！他にお客さんもいないし別にいいけど。先輩！止めなきゃ。このままじゃ絶対。花ちゃんから先輩さんの話よく聞いてて、一回やってみたいなって。そうなの？先輩先輩、仕事しないと。いや、もう手空いたよ。ああ、もう料理できない分、片付けはテキパキしてるんだから。さっきから俺は褒められてるのか、怒られてるのか。先輩さん、今おいくつですか？21。妹さんは？中2です。宇崎よりしっかりしてるから、少なくとも高校生くらいかと思ったよ。そうですか。ほんとほんと。というわけでこの辺で。そうや、先輩さんはよくゲームされるって聞いてたんですけど、私もゲームやるんですよね。お、そうなの？あれやりました？なになに？ファイナルアクエスター、テイルズ・ア・ポケット・アクソ・キャッター。 ER 多いなってやつな。やったやった。オープニングムービーがやたら長いんですよね。そうそう、めっちゃかっこいいクライマックスがすげえ CG で長々と描かれた後に、本編序盤のクエストが薬草取りとかでさ、あれちょっとモチベーション落ちますよね。そうなんだよな。まずい、話が弾み出した。まさかこの流れは。妹さんはあのゲーム。あ、先輩さん、妹さんとかそんな呼びにくいでしょ。下の名前でいいですよ。柳って言います。え、じゃあ柳ちゃん。